ウィロード第1節3戦目この場面で打席には坂本が入っています。さあワンアウトになりましたが一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほどそうですよね。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。この球は外れました。4球目は何で来るか。引っ張った。これはどうか。これもファウル。打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。2アウトです。2アウトランナー2塁となりました。バッターボックス亀澤、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。これは大きい。伸びていく。わずかに右に切れました。ファールボール。一二塁間中田抑えて一塁アウトでスリーアウトチェンジです。打席には3番バッター高橋。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。変化球タイミング合いません。打ちました。ショートが取る。これで3アウト。試合終了になります。打ちに打ちました。